皆さんこんにちは。ダリノチャンネル、ダリノでーす。はい、ということでね、今月もこの企画、はい、今月の一押しキャンプギア紹介ということでね、今回は、こちらの商品紹介していきたいと思います。この企画ではね、毎月の限られたお小遣いの中で買える範囲のキャンプギアを新しく購入して、今回こういう形で、紹介していくというコーナーになっております。早速ちょっと開封していきたいと思います。はい、こういう形で、入ってきました。見えますでしょうかね。ちょっと影になってますね。これです。ちょっと緑のものです。ちょっと出していきましょう。割としっかりと入ってます。はい、これですね、キャンティーンですね。はい、キャンティーンって何ぞやみたいなところあると思うんですけど、僕もちょっとこのキャンプギア知らなかったんですけども、たまたままあ、Amazon の方でキャンプギアと調べてたら、キャンティーンっていうものを出くわしてまして、これやと思って購入させてもらいました。まあ、キャンティーンって何ぞやって、言いますと、登山とかアメリカ軍とかの兵士が水筒として、まあ、使っていた、まあ、軍物の、ものらしいんですけどね。戦時中に、まあ、この水筒をですね、この水筒の方に川の水を入れて、まあ、食器代わりになるハンゴ、このハンゴがスタッキングされてるんですけども、水を入れたりとか、まあ食べ物入れたりとかして、で、それをまあ、煮沸消毒する焚き火台っていうのも、セットになった。だから水筒と、ハンゴーと、焚き火台がもう3つセットになったものを、まあ、キャンティーンクッカーセットっていうらしいんですけども、非常に機能性の高いものですね。こういう形になってます。ちょっと出します。これがだから、水筒の部分ですね。アルミでできてて軽くて、このまま水を入れて、例えば焚き火とかでお湯を沸かしたりもできる。で、これですね。これがまあハンゴーのような、まあ、クッカーになってまして、ここで、まあ、これでだから川の水を汲んだやつを、まあ、ここに入れて、で、この最後の部分が焚き火台になってるんで、この焚き火台の上に、乗せて煮沸消毒して、その水を使ったりとか、あるいはまあお米を炊いたりとかできるっていう、この3つですね。ではね、1個ずつちょっと見ていきたいと思います。袋の方、取り出しまして、これがまあ水筒の部分になってます。アルミでできて、まあ1リットルぐらいですかね、水が入る形になってて、ここ蓋、ちょっとこれまだ紙がついてますけど、これは、まあ、チェーンですね。チェーンになってて、ここに付いてますんで、ただこのまま、例えば焚き火とかにやってしまうと、ここがプラスチックのキャップになってるんで、これは燃えちゃうんで、ここは、外せるようにちょっと加工しないといけないんですけども、これですね。まあ、一見普通の水筒なんですけども、ここに水を入れといて、まあ、これは外した状態で、このまま煮沸消毒も、お湯沸かしたりもできると。まあ、これだけでも、結構、便利なものなんですけども、この水筒。で、こちらですね、クッカーになってまして。まあ、結構小さめですかね。まあ、水でいくと600ミリほど入るっていうものになってるんで、例えば、ラーメンとか食べようと思ったら結構ギリギリにはなるかなとは思うんですけども、まあ、ラーメンだけじゃなくてもね、先ほども言ったように、まあ、ご飯を、まあ、こう蓋してご飯を作ったりとか、レトルト食品とかを温めたりとか、まあ、おでん入れたりとか、結構用途はあると思うんですけどね。どうしても普通の、まあ、メスティンとかクッカーなんかでもそうなんですけども、なかなかスタッキングが難しいところはあるんですけども、これだと、こうまとめて一緒に入るんで、全然邪魔にならない。まあ、これ自体が小さくて軽いものになってるんで、水をペットボトルとか入れて持っていく必要もないし、夜間の代わりにもなって、クッカーもついてると。さらにこの、まあね、これはちょっと、おまけ程度にはなるんかもしれないですけども、焚き火台っていうところで、まあ、ちょうどアルコールストーブとかここに置いて、ここにアルコールストーブを置いて、このままこれでお湯にしたりとか、クッカーをここに乗せて調理したりとか、
ていうところで、まあいいですよね。3つこの3つでまあ1つのスタッキングっていうところで、こうですね。で、こう。あとこれだけの大きさになって、非常にコンパクトで、使い勝手のいいものになってます。値段ですね。値段の方も、かなりお安く、購入できたっていうところで、実際ね、物が来て、ちょっと最初来るまで心配やったんですけども、本当にしっかりしたものになってまして、十分、使えるんじゃないかなって、思います。ちょっとこのままね、使うのはあれなんで、まあ、匂いとかは特に今、感じなかったんですけども、まあ、一度、まあ、煮沸消毒、この容器自体をしたり、あとは、まあ、洗剤とか洗ってから、実際使ってみたいと思うんですけども、まあ、この後実際これを使って、どういうキャンプできるかっていうのを実際、見ていただきたいと思うんですけども、お値段ですね。これのやっぱりお値段。これ、いくらぐらいすると思います？こちらですね。この、お値段なんと2500円、2500円でちょっと購入できました。キャンティーンセット2500円です。これだけの機能がついて2500円なんで、これは、特に一押しにしたいなと思います。
はい、ということでね、ちょっと今日は河川敷の方に行って、この、まあ、キャンティーンの方を使用してきまして、これですね、焚き火の方でやって、ちょっといい感じに黒くなってきました。また今後もね、使用していて真っ黒になるまで使っていたら、ちょっといい感じにもっとなっていくのかなと思います。で、動画の冒頭でも言ったんですけどね、ここの部分ですね、取り外しができるように、これはまあ、100均で買った、カラビナですね、を、まあ、つけて、まあ、ここを外して、蓋がこのまま取れるように、しました、焚き火台の方で直火にかけれるようになると、で蓋が外せるようになるというふうに、まあ、加工はさせてもらいました。これですね、焚き火台こちらの方も、アルストがちょうどいい形で入って、さらにこちらの方で、おでんを入れて、今回は温めさせてもらいましたけども、ガーとして、まあ、いろんな用途があるんでいいんじゃないかなと思います。で、こういう風に、まあ、コンパクトに、スタッキングもできますんでね、とても便利でいいものじゃないかなと思うんで、気になった方は一度調べてみてもいいのかなと思います。はい、ではね、今回はこれにて、終わりにしたいと思います。また、来月、お会いしましょう。それでは。